主力はデビューしてちょうど1年半だったグループです。九州の強さを表した赤をイメージカラーに攻撃的なダンス、そしてオール生歌でのボーカルワークで九州の女性の綺麗さ、可愛さ、力強さをお届けしているガールズグループです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは自己紹介していきたいと思います。ルナちゃん、はい、太陽のように明るく月のように丸いと鈴川ルナ18歳です。よろしくお願いします。ルナちゃん、はい、私の名前には伊藤裕二が入っています。自主力の歌を守ります、成田県出身のシェリーです。よろしくお願いします。はい、山口県下関市出身、背は小さいけど夢は大きい、最年少の高校2年生16歳の桃子愛です。今日は地元の下関の、ね、ライブということで、もうめちゃめちゃ盛り上がっていきたいと思います。よろしくお願いします。マグマのような熱い熱い地響きが鳴るようなコールもね、一緒にダンスに合わせてしてくださると私たちももっともっとね張り切ってかっこつけますので、一緒にねエネルギッシュな一曲にしていきたいと思っております。はい、そしてですね、2曲目に紹介する曲はフルーツミュージックという曲です。このフルーツミュージックという曲はですね、九州女子力の持ち歌の中でもね一番ポップでキャッチーな曲となっております。この曲はですね、メンバーを好きなフルーツに例えた自己紹介曲ともなっているのでね、ぜひ歌詞にも注目してほしいなと思います。そしてですね、みんなでですね一緒に盛り上がっていくためにポイントがねありまして、はい、この曲のキーワードがね、パヤパヤというね、パヤパヤというキーワードなんですけど、うん、これね、曲中の中でもね、何か所かね、こう歌うところがあるので、こういう振り付けもあるんですよ。なのでね、みんなで一緒にできるところなので、その時はね、私たちが事前にね、みんなで一緒にっていう感じで合図を出すので、みんなで一緒に行ってね、みんなで一緒に盛り上がっていけたらいいなと思っております。それでは、ここからライブスタートです。皆さん、最後まで一緒に楽しんでいきましょう。それでは、聴いてください。赤の流れ、もらえる苦したかなり、止まらない、止まらない。
Yeah.
ことはない今日の音楽と思い出されて最初に警告のランプが響く
Are you?
カンドアルバムレッドスタイルをリリースさせていただきます。このセカンドには本当にたくさんの思いが詰まっている一枚となっております。皆さんぜひぜひセカンドアルバムを